やっと！おかしい。ターン！チェーンがさっきからずっと戸惑っている。ジェミニのゴールドセインターに対して全く反応しない。それどころか敵がどこにいるのかわからない状態だ。さっきの氷河の剣が通用しなかったのもおかしい。今だ！僕たちの目の前にいるセインターは存在しないの。今だ！やっと！ターン！貴様！やっと！ターン！やっと！ターン！貴様！キングナスとアンドロメダ、お前たち二人の命は必ず仕留めてみせよう。キングナスは自らの剣で混沌している。残るはアンドロメダの、そう、掃除機が奴ら二人の死に場所となるのだ。なんて強靭なんだ。でもこんなとこで負けるわけにはいかないんだ。兄さんと約束したんだ。兄さんが来るまで決してくじけない。一人で戦うときっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。今だ！やっと！さまよう。
そう。やっ、そう、お前一人アンドロメダよ。リサイクを諦めるんだな。今だ。やっと。せいや、シルは大丈夫だよ。人のことより自分のことを心配したらどうだ。このジェミニの迷宮に入ったのはお前たちの運の尽きだ。なぜ奴はアンドロメダネビュラに入ってこれたんだ。アンドロメダネビュラは敵に対して鉄壁の陣を敷き、敵が中に入ると1万ボルトに値するショックを発するのに。やっとたー、待て、やっとたジェミニー・セイント、このアンドロメダのチェーンがなぜ2本あるか知っているか。なぜ？左手のサークルのチェーンは防御のため、右手のスクエアのチェーンは攻撃のため。僕のコスモが闘争心と共に大きくなればなるほど、その特色がはっきりとしてくるんだ。コスモが高まればチェーンの特色がはっきりすると。右手のスクエアは敵がどこに隠れていようと鋭く見つけ出して攻撃する。たとえどこに隠れていようと。そう、息の根を止めてやるぞ。アナザーディメンション。
となった今でさえ人を傷つけることは嫌いだ。しかしこの12球での戦いだけは別だ。しかも相手が僕の大切な友氷河を抹殺しようとするなら僕は戦う。徹底的にね。息の根を止めてやるぞ。目を止めてやるぞ。